フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロスケーターのハニュユズルさん、29の単独公演第3弾、ユズル・ハニュアイスストーリーセカンド、RE ・アンダーバープレイツアーの先週楽公演が19日、横浜市、キア・アリーナ MM で行われた。昨年11月の埼玉、1月の佐が、17日から始まった横浜を合わせ全6公演を走り抜いた。本編を演じ切り、 アンコールでのマイクパフォーマンスではスタッフやファンへ心からの感謝の言葉を述べた後、やっと破滅、柄の死者、ノーミスできた、と安心した表情を見せ、やっぱ寂しいなって思って、と本音も漏らした。毎回毎回、魂ぶち込んで滑っているつもりです、と振り返り、今日という日が皆さんの記憶、一粒の砂みたいなものでいいんで、今日の感情が残ってくれたら、 と願いを込めた